ハイストーブを作ってみたいと思います。ボンベをもう切ってしまったんですけど、ボンベを切って穴を開けて、あと鋼材で作ってみたいと思います。鋼材のカット、溶接の方をちょっとスキップしてしまいました。こちらの方は中に筒を入れて固定しました。そしてこれがオイルだまりですね。今回このような形で作ってみたいと思います。とりあえず
仮溶接をしていきたいと思います。